今日午前6時31分ごろ、石川県能登地方で最大震度5強を観測する地震がありました。県内でも上越市や柏崎市などで震度4を観測し、通勤通学の足に影響が出ました。今朝6時半過ぎに発生した地震。今緊急地震速報が発表されました。今揺れています。 UX 本社内少し揺れました。気象庁によりますと、地震の規模を示すマグニチュードは 6.0 で、震源に近い石川県の輪島市と珠洲市で震度5強を観測。県内では上越市や柏崎市、長岡市などで震度4を観測しました。今上越北陸新幹線は安全確認のため一時的に運転を見合わせております。上越新幹線は地震による停電で一時運転を見合わせましたが、20分ほどで再開しました。在来線では信越本線の一部区間が一時運転見合わせとなり、上越市の直江駅では多くの高校生らが足止めされました。30分40分遅れてます。遅刻欠席扱いになることです。起きて机とタンス押さえてた。すごいね。私ずっとぼーっとしてた。その後 JR が用意したバスに乗り換え移動しました。東京電力によりますと、運転を停止している柏崎刈羽原発で異常は確認されなかったということです。県によりますと、今朝の地震でけが人はいませんでしたが、上越市の小学校で体育館の窓ガラスにひびが入るなどの被害が確認されています。